大船渡東高校2年橋本陸さんのスピーチです。皆さんこんにちは。先ほど ご紹介いただきました大船渡東高校2年の橋本陸と申します。今は母と2人で大船渡市に暮らしています。最近一番打ち込んでいること、これは、今日お話しする内容、救急救命についてです。私は現在2つの活動をしています。まず1つ目、それは自分自身が救急救命や応急手当に関する知識を学んで救護ボランティアとして活動することです。そして2つ目、それはその今まで学んだ知識を他の人に教えること、いわゆる講習を開くことです。やはり普通の人だと救急救命や応急手当自分は関係ないとか自分はできない、そうやって思っている人がいるかもしれません。それでも私は多くの人にその応急手当を学んでほしい、そしてもし大切な人が万一のことになったとき助けてあげられるようにしてほしい、そう思っています。なぜそう思うようになったか、2つのきっかけがあります。悲劇は突然訪れました。あの 3.11 東日本大震災です。当時私は大船渡中学校の中学1年生、地震の時も学校にいました。地震が発生していつもの通学路は津波で流され、学校へ行くための道もすべて寸断されました。そんな学校の体育館に地域の人たちも避難してきました。その日は雪が降る寒い日だったので低体温症に陥り、ストーブの周りで保温されながら横たわっている老人が何名かいました。それでも毛布やストーブの数は十分ではなく、ただ我々は見守ることしかできなかったんです。そして2つ目、これは震災から2年も経たないうちに起こりました。同居していた祖母が私の目の前で心肺停止の状態に陥ったんです。急性心筋梗塞でした。亡くなる日朝、学校に行く前、私は祖母と喧嘩をしました。ほんの些細な喧嘩だったのですが、家に帰ると祖母は朝起きた時から具合が悪かったそうで部屋で寝込んでいました。そしてその夜、ついさっきまで話していた祖母の返事がなくなり、何かを言いかけたなと思ったら意識がもうありませんでした。そしてすぐ私が心肺停止を確認し、母に救急車を呼ぶよう頼みました。そして祖母は突然63歳の命を閉じたのです。心肺停止を確認してから私は懸命に心臓マッサージを行いました。救急車は電話をしてから5分ほどで到着したと聞いていましたが、心臓マッサージをしながら待つその5分は非常に長いものでした。30分も1時間もずっと心臓マッサージをしているような感じがしていました。どうしても助けたい、生き返ってほしい、心臓を動け、頼むよ、そういう気持ちで一人で心臓マッサージを続けました。今でもこの手にその時の感触が残ってます。母子家庭だったために祖母は私が生まれてから母が仕事の時はずっと面倒を見てくれました。買い物に行ったり遊びに行ったり、朝学校まで車で送ってくれたり、絶対に助けたかったです。具合が悪いと寝込んでいた時、もうすでに心筋梗塞のシグナルは出てました。でも私はそれに気づくことができませんでした。もし自分が早く気づいて病院に連れて行ってあげられたら、自分が祖母を死なせてしまったんじゃないか、そんな気持ちがしてすごく悔しくて、自分に対する苛立ちがありました。それからしばらくしてその気持ちは、もう目の前で大切な人を失いたくない、そういう気持ちに変わりました。それから私は消防や他の教会で行われるような、心肺蘇生、応急手当の講習を積極的に受けるようになりました。そしてインターネットや本などで応急手当、救急救命について学んでいました。
そんな時にある救急救命士の方に出会いました。その方は私のこの体験を親身になって聞いてくださり、そして気仙沼市にある NPO の医療ヘリコプター、オールラウンドヘリコプターを紹介していただきました。ここではヘリコプターを使った救急搬送のほかに、応急手当の講習を開いたり、マラソン大会やイベントの救護活動をボランティアでしている団体です。そこに私も混ぜてもらい、一緒に活動しました。そういう活動しているうちに、また新たな感情が芽生えてきました。それは自分が今まで学んできたこの応急手当の知識、それを他の人に教えたい、そして隣近所の人でお互いに助け合える、そういう地区に自分の地区をしたい、自分の地区をそういう地区にしたい、そう思うようになりました。で、私はすぐに自分の地区の公民館長に直談判をしに行き、自主防災組織や地区として救護訓練をさせてくれないか、そういう話を持ちかけました。そしてご紹介いただいたオールランドヘリコプターの救急救命士さん、その方に講師を依頼して、他の地区でも心肺蘇生だけの講習っていうのはどこでもやってると思うんですけれども、他と違う講習をしたい、参加してくれた人が一生懸命になって取り組んでもらえるような講習にしたい、そう思って気仙沼にある事務局まで出かけ、そして私たちが内容を考えて、つい、今年の7月に公民館の方で講習を開きました。で、その時参加された方っていうのはやはり地区の役員など大人の人や、高齢の方ばかりだったんですけれども、課題として今後は高校生や若い人などにももっと積極的に参加してほしい、そう思っています。災害時やはり一番動けるのは高校生や若い人、そういう人たちが積極的に活動できればと思います。私は小学生にも応急手当を教えたことがあります。やはり小学生ですので素直に内容を学んで、指導しているうちにどんどん上達していくんです。私も驚きました。小学生でさえ有効な心臓マッサージしっかりできてます。そうやって小さい時から応急手当や防災の講習を受けられる環境を作ることで、今後の防災教育として大人になってからも困っている人に手を差し伸べられるようになるのではないかなと思っています。私は今高校2年生ですが、高校卒業後は救急救命士の資格を取ることができる学校に進学して、そして救命士の資格を取って、もっともっといろんな人を助けられるように、そしてその技術を教えて、大切な人が倒れたとき助けてあげられるような街づくりをできればいいのではないかなと思っています。人間は心肺停止になってから5分以上経過すると社会復帰、助けることっていうのがほとんど難しくなってしまいます。ほとんど助けられません。もしそれがあなた自身だったらどうしますか？救急車が来るまで全国平均8分間です。間に合いません。その間命をつなぐことができるのは私たちだと思っています。震災と祖母の死から学んだこと、共に助け合える街を目指してこれからも活動していきたいと思います。以上で私のスピーチをさせていただきます。ありがとうございました。